どうも、しこいこです。今週行われる G1 秋華賞の最終予想をしていきたいと思います。今回の秋華賞っていうのは固い決着がね、予想されるんですけど、今回もですね、ブレずに皆さんが少しでもワクワクできるような穴馬から的中を目指していくので、ぜひ皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 G1 秋華賞の僕の本命馬はラビットアイです。前走のローズステークスっていうのは、15着にね、大敗してしまったんですけど、休養明けかつ、初の左回りでしたし、好意で立ち回るっていうことはできたんですが、ラスト直線はですね、鞍上が無理に追わずでね、馬にね、負荷をかけない騎乗でした。前走後のね、コメントを見てもですね、休み明けが影響したのかなと、ちょっと動きがね、この馬硬くて、ちょっとそういった結果になってしまったのかなというふうにコメントもあったので、直線ですね、全く追わずで、大敗してしまったんですけど、僕はですね、そこまで悲観していないというか、逆にですね、まだまだ能力の底を見せていないなというふうに感じました。2走前っていうのは重傷でですね、これも内をついて展開こそ向いたんですけど、最後方からね、上がり最速で勝ち馬に迫る末足を使えていますし、1、2、3着馬とはね、ちょっとやはり位置取りの差がね、勝敗を分けたかなというふうに考えています。確かにね、この馬って後方で貯めれば切れる末足っていうのはね、使えるんですけど、今回の上位馬と比べるとさすがにワンパンチかけますし、今回ですね、枠の並び的にも、外にですね、先行馬、逃げ先行馬っていうのが集まったので、過去にですね、逃げて結果を出していることからも、今回この馬がね、逃げる可能性っていうのも、若干ね、高いんではないのかなというふうに考えています。大外にですね、セキトバイーストクリスマスパレードもいたりとか、チルカーノがね、隣にいたりするので、ある程度のね、ポジションでは運べると考えています。で、ただですね、この馬ベストな条件っていうのは、上がりが要するね、開催が進んだりだとか、そういったね、上がりをする舞台なんですけど、今回の京都 2000m っていうのは、差しの決まりやすい舞台ですし、今回ね、先ほど述べたクリスマスパレードだったりセキトバイースト、その他ね、逃げ先行馬がですね、前半からね、飛ばしてペースが流れてですね、結果的にね、姉妹をするタフなペースになればですね、仮にこの馬が控えたとしても、この馬がね、構想できる可能性っていうのは十分高いと思ってます。今回ですね、強力な差し馬、チェルベニアだったりステレンボッシュっていうのが、人気のね、中心なんですけど、当然この2頭がマークされるっていうのは、当たり前だとは思うんですけど、その分ね、この馬っていうのはね、もうマークの対象外だと思いますし、道中ね、この馬のリズムで運べると思うので、直線もね、スムーズに本当に加速できるようなら、僕はね、ここで3着争い、勝ちはちょっとあれかもしれないですけど、本当に構想を期待できる一頭だと思ってます。今回ですね、フルゲート割れ、本当に珍しいことだと思うんですけど、1勝馬クラスのね、この馬も出走する権利を得たということで、非常にですね、馬柱を見てもですね、本当に構想した経験があまりないと、確かに掲示板内を確保しているっていうところはあるんですけど、本当にね、なかなかこう手を出しづらい一頭かなとは思うんですけど、僕はね、まだまだね、そこを見せてないと思いますし、秘める能力値っていうのはかなり僕はね、高いと期待している馬なので、本当にね、ここで波乱を起こすなら、僕はこの馬なんじゃないかなというふうに評価をしています。文句なしの名馬です。今回ですね、大穴馬が本命でしたけど、他に期待している馬っていうのは3頭います。まず1頭目はチェルビニアですね。関西圏で行われたね、桜花賞っていうのは、大敗してはいるものの、休み明けでしたし、特に悲観する内容ではないと思ってます。特別右回りがダメっていう印象はないですし、この馬が持つ末足っていうのは、今回のようなね、差しが決まりやすい舞台にぴったりだというふうに評価しています。スタートさえね、普通に決まってしまえば、好意で立ち回ってね、勝ち負けに絡んでくる、信頼できる人気馬の一頭でしょう。期待馬2頭目は、ランスオブクイーンです。やはりですね、いきなり G1 オークスで5着に好走した実績っていうのは魅力的ですし、差し売りの展開をですね、外枠から先行し粘っているわけですから、血統背景的にもね、スタミナの豊富さっていうのはこの馬の強みだというふうに考えています。やはり切れる足っていうのはないんですけど、持続力の高い末足をね、活かしたいので、この京都の下り坂っていうところを利用してね、道中を早めにまくっていく競馬なら、好走を期待できる穴馬の一頭です。期待馬3頭目はステレンボッシュです。前走はね、直線で落鉄の影響があったとコメントがあったんですけど、それを踏まえてね、上がり最速の2着でなら、やはりね、自力はめちゃくちゃ高い馬だなというふうに評価しています。前走からね、距離が短くなるっていうのもプラスですし、レースセンス高く世代トップクラスとね、能力を持っているので、ここでも当然勝ち負けに絡んでくる一頭でしょう。以上が G1 秋華賞の最終予想でした。
まあ、今回のですねやはりチェルビニア、ステレンボッシュ、まあ、クイーンズオークだったりとか、まあ、上位馬がね能力実績的にも抜けた中で、まあ、正直ね何回シミュレーションしても固い決着しか思い浮かばなかったんですけど、まあ、それだとね本当僕自身がワクワクしないので、まあ、今回ね僕が一番心躍る穴馬を本命にさせていただきました。まあ、この動画を見た皆さんもね今回の秋華賞思いっきり楽しみましょう。僕のチャンネルではですね普段週末の平場予想や今回の秋華賞の注目穴馬含め毎週行われる重賞の注目穴馬を YouTube ショートで投稿したり競馬の実践動画を投稿したりしているので気になる方はぜひチャンネル登録してご視聴をよろしくお願いいたします。今回の動画が少しでも参考になっていた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。